吉祥寺で別々のスタート地点から思い出の場所を目指して行ったら、まあ4年も付き合ってるので同じところにたどり着くか。やってみたー。いないかな。よし、決めた。うん、決めました。そっちに向かいたいと思います。さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。はい、はい、今日はですね、うん、ある企画をしたいと思ってます。というのは何するの。吉祥寺で別々のスタート地点から思い出の場所を目指して行ったら、まあ4年も付き合ってるので同じところにたどり着くか。やってみたー。まあ吉祥寺よく来るんですけど、はい、思い出の場所結構いろいろ2人の中でね、うん、あるんですよね、うん、で別々のスタート地点から、うん、お互いに一番思い出のある場所を言わずに同じ場所に行けるのか。ああなるほど。それをちょっとやっていきたいと思います。というわけで今からですね、それぞれ2つに分かれて、はい、スタート地点に行きたいと思うので。はい、はい、ではやっていこう。終了。はい、じゃあ、はい、とりあえずまたね。また。はい、バイバイ。えい。行ってきまーす。行ってらっしゃい。はい。というわけでですね、僕のスタート地点にやってきました。というわけでちょっと今から翔太に電話をしてスタート地点に着いたっていうのを伝えたいと思いまーす。お、電話来た。もしもし。もしもし、スタート地点着いたよ。着いた。オッケー。じゃあ今何時だっけ。ちょっと待ってね。14時13分、今14時13分。14時13分、じゃあ14時45分待ち合わせでも平気。14時45分に目的地ね。 OK、 じゃあそれまではちょっと一切連絡取らずってことで。うん、 OK。 はい、じゃあね。はいよ、バイバイ。バイバイ。はい、というわけでですね、今14時13分なんですけれども、14時45分にちょっと2人の思い出の場所待ち合わせということでやっていきたいと思います。さて、というわけで、僕はですね、駅からスタートしたいと思います。どうしようかな、まあ、数々ね、いろいろあるんですよ、思い出の場所って。吉祥寺では、なのでまず結婚式を挙げた場所も吉祥寺、僕らが動画を始めたのも吉祥寺、そのどっちかかな、僕にとって吉祥寺は。やっぱでも井の頭公園かな。どうしようかな、めっちゃ迷う。まあ、ちょっとまだ時間はあるので、とりあえずクレープ食べます。イエーイ。で、途中でですね、僕ずっと吉祥寺に住んでたんですよね、8年くらい。なので、ちょっと思い出話とか、作戦とかねって、それを話しながら行けたらいいなと思います。じゃあ、行ってきまーす。しっかりね、マスクもして、対策も取ってやっていきたいと思います。いや、どうしようかな。いや、翔ちゃんとの思い出の場所に集合するんですけれども、めっちゃあるんですよね、思い出の場所が。ひょにょ。でね、ちょっと45分待ち合わせということで、ちょっと時間もあるので、ちょっと寄り道なんかもね、できたらいいなと思うんですけど、どうしようかな。どっかで休憩しながら思い出の場所、翔ちゃんがどこを選ぶかちょっと考えてみよう。あっつ、買っちゃったぜ。イエーイ。いただきます。うんうん、おいしい。結構な人多いんだよな。だからちょっとどうしよう。こうやって一人で撮るのめっちゃ恥ずかしいんだけど、どうしたらいい。そういうの、うん、とりあえず公園かな。公園、うん、どっちだろうな。多分俺の予想、どっち、そのどっちかなんだよね。公園であってほしいな。わかんない。うん、吉祥寺で2人の思い出の場所といったら、やっぱり一番最初に思いつくのが井の頭公園の西公園の方なんですけど、あの池からちょっと西側の公園に向かう途中なんですけど、そこで披露宴の時のオープニングムービーを撮ったんです。2人で撮ったりしたんですけど、そこもすごい思い出がある場所で、あとは披露宴をしたんですけれども、その披露宴会場も吉祥寺で、でそこのお店もやっぱ思い出の場所なんですよね。どうしようかな、どこがいいかな。ちょっとね、人通りが少ないところは顔も出しつつ、人が増えてきたらマスクもしっかりしようと思います。
撮ってるとみんなが見てくる。東京怖いよ。ちょっとねコーヒーが飲みたいな。飲めるお店ないかな。テイクアウトでもいいな。ひょにょ。ちょっとねコーヒーショップを発見したのでちょっとコーヒー買っていきたいと思います。はい、というわけでとりあえず井の頭公園に着きました。多分ここじゃないかなと思います。思い出の地といえば多分違ってたら嫌だな。うん、じゃあいい天気じゃない、秋って感じ。はい、というわけでですねコーヒーゲットしました。そしたらちょっと目的地の方に行きたいと思います。てか時間大丈夫かな、ちょっとのんびりしすぎたかもしれない。で今、まあ、公園いるんですけども、今俺が考えてるのは2択ね。結婚式場かこの公園の動画を初めて撮った場所どっちかなんですけども、今時間的にあと15分でそのどっちの中間地点でもあるんですね、この場所が。だから引き返すんだったら結婚式場かもしれないし、そっちだったら向こうに行かなきゃいけないし、公園の方だったらもう今からそっち向かわなきゃいけないし、今がちょうど分かれ目って感じ。どうしよう、どっちがいいのかな、分かんないよ。やっぱり動画一番最初に撮った場所っていうのが僕らの思い出もあるし、見てくれてる方たちの思い出でもあると思うんだよね。だからめっちゃ迷う。どうしようかな、決めた。うん、こっちにしよう。やっぱり、うん、決めました。そっちに向かいたいと思います。ひょにょ。もうちょっと近くまで来たので、でもね今ちょっとまだいる気配がないので、まあまだ時間になってないのでね、一回トイレ行ってきます。あ、ちなみにね、井の頭公園の初めて僕らが動画を撮った場所を選びました。多分そこで会ってほしい。もしそこじゃなかったら結婚式場のところには今からの時間じゃ間に合わないので、もうそこで一択というかそこに向かいたいと思います。やだな、会えなかったらめっちゃ寂しいんだけど。はい、というわけであと残り5分になりました。どうだろう、いてほしいな、間違ってないでほしいな。今はもうあともう目の前にもうすぐ着くんですけども、今のとこいなそう。残りはですね45分待ち合わせなので残り約5分ですね。来てほしいな、来てほしい。ここじゃないのかな、違うのかな、嫌だな、ここで会ってほしいな。はい、というわけでですね残り3分になりました。今座ってるところは動画を撮った場所ではなくて、ちょうどね向こう側にねベンチがあって、そこが僕らが初めて撮った場所なんですね。でそこに現れるかどうかちょっと直前まで粘って、もし来なかったらごめんなさいみたいな。あーやだ、一致で会ってほしいな。こういう時って一致であるべきだよね。ちょっとやだな、来てほしい。ちょっと願いたいと思います。言うてまだあと3分あるので、来れるかもしれないし来れないかもしれないし、でもその寮の人影はまだ見えない。やだな、来てほしいな。やっぱ結婚式場だったかな。全然来る気配ないかも。もうやば、あと1分です。あ、マジで終わったかもしれない。こっから現れることってある？だって全然姿見えんもん。ないかもしれん。なっちゃった。なっちゃったー。あ、え？待って。え、嘘？あ、待って。ちょっと拡大してみるよ。おいたー。いや。
ょっと待って。おお、会えた会えた。ちょっと待って。ちょっと待って。時間遅れんのはダメでしょ。だからね、猛ダッシュしたんだって。会えたじゃん。いや、すごいね。よかった。よし。決めた。思い出の場所はあそこだと思います。ちょっと急いで行きたいと思います。散るか。いるかな、いないかな、疲れた、いないかな、あれ、すげえ。すごくない？ちょっと待って、時間遅れるのはダメでしょ。どういうだからね、猛ダッシュしたんだって。会えたじゃん。待って、今何分？あ、でも46分、うん、まあ1分遅れたけど、いや、すごいね。よかった。終了。いろいろ考えてたのは、うん、披露宴をしてた、そう、か、はい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 、一緒一緒。あとよく行くお寿司屋さんとか、あとね、吉祥寺、あ、じゃあ井の頭公園でも、ここと、うん、あともう一個、あの披露宴のさ、うん、オープニングを撮ったところと考えてて、はい、で、あ、でもとりあえず公園に行ってみようと思って、うん、公園来て、うん、一番最初に動画撮ったところあるじゃんみたいなところでここに来たらいた。一緒一緒ね。ね、すごい。やば、よかったよかった。いや、よかった。てかマジで時間がさ危なくてさ、なんかちょっと悠長にコーヒーとか飲んでたらさ、わかるわかるわかる、時間なくなっちゃって。ああ、よかった。疲れた。はいはい。というわけで、よかった。よかった。すごくない？いいね。今月でさ、 YouTube 始めて2年になるけどさ、そうだね、うん、いい企画じゃない？いや、よかった。じゃあ来年もね、また別の場所でやるかもしれないし。確かに、うん、というわけで、はい、今回はここまでにしたいと思います。会えてよかったねと思っていただければ、うん、チャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。終了。結構ね、いろんなところに、うんうんうん、すごいんだけど。おお、え、ちょっと大道芸してるよあそこで。すごい。すごい。え、乗せちゃダメ。ダメじゃない、ダメでしょ。撮っていいですか、うん、とか言って。なんかね、吉祥寺歩きながらね、うん、ちょこちょこ。うんうんうん。ワンチャン伊勢屋かなとも思ったけど。あー、伊勢屋ね。うん、でもさすがに伊勢屋はないなと思ったな。あ、ほんと？うん。いや、翔ちゃんがね、食べるの好きだから、うん。食べ物屋さんよく行くところっていうのもね、考えたんだけどね。そうだよね。公園もさ、広いからさ、うん、いろんなところでさ、うん、まあ思い出があるじゃん。うんうんうん。そう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 。そうそう、動物園とかも思ったけど。てか、俺さ、吉祥寺に一人で行かないからさ、うん、一瞬迷ったの。あれ、ここまでたどり着くのにさ、どうやって行くんだっけみたいな感じだったんだけど、まあ、来れてよかったです。はい。よかった。